本における防衛力の要と位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解と見て間違いないだろうね。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は古い方から順に親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻でこの22隻体制を構築しており、これに加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有運用しているぜ。さて今回はカナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を志向中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の海上自衛隊では現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造の潜水艦を供給しており、これによりその建造能力やインフラの保持も確保されているよ。言うまでもなく日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ全てが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としているよね。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦渦潮であり、今年で25年目の艦齢に止められているんだ。海上自衛隊の潜水艦はその全てが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成はほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に大きく3種類に分けることができる状態だぜ。まず最古参の親潮型はディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成だな。続く双竜型は1番双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備える、ディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進を実現しているよ。そして双竜型の11番艦王竜12番艦東竜、そして現在最新鋭の太平型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているぜ。双竜型の11番艦王竜以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされた、リチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びているな。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非対機推進を採用することが、マストであった感が強かったが、双竜型の11番艦王竜の就役を、その認識に変化が生じているようにも感じられるぜ。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて一時期は双竜型をオーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったけど、成就はしなかったんだ。この時オーストラリアはフランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたんだけど、ご存知のようにそれはイギリスアメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたよ。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦をまず5隻程度調達し、以後はイギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っているね。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は日本を含め今後は一気に原子力推進に傾くとの見方も、一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存しているぜ。具体的には昨年2023年の段階で通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるな。
そして北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい、いわば大陸国貸しとして費用対効果に優れる。通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見えるんだ。インドの場合は広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられるね。翻ってカナダはその地理的な位置から西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているんだけど、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだね。現在のカナダはかつて1980年代にイギリス海軍が自軍内で最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けてビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているぜ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり主兵装は艦首部の6門の533ミリ魚雷発射艦だな。同艦はイギリス海軍においては1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行ったらしい。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だけど、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されているよ。こうした兵装の省略からもカナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいるんだって。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国をヨーロッパでは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしているぜ。まず CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げているらしい。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆しているな。すでに報道によれば CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているよね。先に挙げた潜水艦の使用、通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応、という4点を見る限りにおいては、日本の大芸型は全て要件に合致するとの見方も出ているな。しかしカナダ側が多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月、
年の瀬を迎える中で日本の政権を担当する岸田内閣においては、主として安倍派の複数の議員らによるいわゆる一連の裏金問題が顕在化し、野党側からの格好の攻撃の材料となった感が拭えないよね。こうした一連のいわゆる裏金問題の請求を受けて、公明党と連立与党を形成している自民党では、問題の沈静化を図るための派閥の解消の動きも伝えられる中、最オス的な落としどころになるのか否か判然とはしていないな。2023年末の日本では大物芸能人の性加害疑惑や、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業の不正の発覚など各方面での不祥事の発覚が相次ぎ、2024年にこれらの進捗がいかなる様相を呈するのかが世間の耳目を集めている状態だね。そうした数々の不祥事が連日報じられる日本の状況の中にあって、防衛政治関連の動きとして大きな問題となっているのが、防衛装備品の第三国への輸出をめぐる与党内での攻防であり、極めて重要な時期に差し掛かっているぜ。そうだね。さて今回は防衛装備移転三原則を改定した件に合わせて、地対空誘導弾ペトリオットをアメリカへ輸出することが決定したことなどを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ご存知のように今の日本の岸田政権は自民党と公明党の2党による連立政権であり、決して芳しいとは言い難い同政権の支持率を鑑みても、この防衛装備品の第三国への輸出をめぐる問題への対処は注目を集めているよね。そうした不安定な政権運営を余儀なくされている現岸田内閣ではあるものの、下中の2023年12月には防衛装備品の第三国への輸出ルールを定めた現行の、防衛装備移転三原則の運用上の指針を改正する政治的な決断を行ったよ。今回岸田内閣がこの防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定したことにより、一部の対象国に対して完成品の防衛装備品の輸出を認める政治的な決断を下ろした状態となり、日本の安全保障は新たな段階へ踏み出した形ってわけ。この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定によって、日本はこれまで海外の製造元の許諾を受けて国内でライセンス生産を行っていた兵器の完成品の輸出を、政治的に可能とする決断を下ろしたこととなったな。具体的にこれは、アメリカのロッキード・マーチン社並びに、RTX コーポレーション社旧レイセオンテクノロジーズ社のからライセンスの許諾を受け、三菱重工業社が製造してる地対空誘導弾ペトリオットを指しているぜ。地対空誘導弾ペトリオットは日本では航空自衛隊に1989年から1996年にかけて配備が実施されているが、本国のアメリカでは MIM-104 パトリオットと呼称されている陸上配備型の防空用地対空ミサイルシステムだ。MIM-104 パトリオット日本では地対空誘導弾ペトリオットは、アメリカや日本以外でも西側諸国を中心に世界18カ国で広く採用されている防空ミサイルシステムであり、本国たるアメリカでは1982年から陸軍での実戦配備が行われているね。この MIM-104 パトリオットからは複数の種類用途のミサイルの運用が可能となっているが、日本が導入した地対空誘導弾ペトリオットはその中でも PAC-2 弾と PAC-3 弾に対応した仕様で、今も併用が続けられているよ。PAC-2 弾敵の航空機や一部の弾道弾の迎撃を目的としたミサイルであり、まず海上に展開するイージス護衛艦が搭載する対空ミサイルで初手の迎撃を行い、これを突破された場合の最終的な迎撃手段として想定されているね。そのため PAC-2 弾を使用する地対空誘導弾ペトリオットは、展開場所から半径数十キロメートル圏内の低高度に侵入した目標を迎撃する防空ミサイルに位置づけられており、カバー可能な範囲は決して広くはないぜ。また PAC-3 弾は PAC-2 弾と比較してより弾道弾の迎撃に特化した仕様であるため、日本の航空自衛隊においては弾道ミサイル防衛の最終手段として2007年から実戦配備が行われており、高性能化する弾道弾への対処能力を高めたものとなっているな。これは言うまでもなく、各種のミサイル開発を加速させて脅威となってきた北朝鮮への対抗手段として導入されたものであり、
昨今の日本のミサイル防衛を担う上での要となる兵器として位置づけられているものってわけだ。ただし近年では敵国のミサイルも著しい性能の進化を続けており、飛翔速度においてはマッハ5を超過するいわゆる極超音速兵器や、弾道弾であっても飛翔する軌道を変化させるものが登場してきており、対応が求められているらしい。展開場所から半径数十キロメートル圏内をカバーする地対空誘導弾ペトリオットの性能では、いわゆる極超音速兵器の速度を鑑みれば対処時間が非常に短く、従来想定されていたような迎撃が困難となる可能性が顕在化しているためだね。ただし油断は禁物だが、極超音速兵器はまだ実戦使用における有用性はそれらが謳う通りのスペックを証明したという段階にはまだなく、地対空誘導弾ペトリオットの防空体制が完全に凌駕されたという事態には至っていないぜ。今も続く、この2024年2月末で3年目に突入しようかというロシア・ウクライナ戦争においても、ロシア側が喧伝する極超音速兵器がスペック通りの能力を発揮したという確たる戦果は見当たらず、それについては幸いとも言えるよね。むしろまだロシア側がウクライナで実戦投入しているミサイルの大半は、ウクライナに少数ながら供与され、首都であるキーウ周辺を中心に運用されていると考えられている MIM-104 パトリオットによってその多くが迎撃されているんだ。したがってアメリカの MIM-104 パトリオット等の西側製の防空ミサイルの有用性は、現在のロシア・ウクライナ戦争においても多くの場合において担保されており、未だ有効な迎撃手段であることは間違いないと言えるんじゃないかな。そのためアメリカは自国の軍が保有する中からウクライナへ供与した MIM-104 パトリオットの補填として、今回日本が決断した地対空誘導弾ペトリオットをその穴埋めに活用する狙いがあるのだと見ていいだろうな。今回の日本からの地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出の解禁は、ウクライナへの兵器支援を続けるアメリカの意向にそう形で決断されたことは想像に難くないが、日本の防衛にとってはマイナスではないかとの指摘も一部から聞こえるみたい。もともと日本の防衛省では2023年秋に今後の日本の防衛費の増額の必要性について、そもそも防空用のミサイルが 40% ほども必要とおぼしき数量に足りていないとの見解を示していたこともあり、確かに議論の余地はありそうだね。しかし政治的な判断としてアメリカの要望に応えることが日本の防衛の大きな一助を占めるであろう現状を思えば、政治決断としてそれが優先された結果であることは苦渋の決断だったとも考えられるぜ。いずれにせよ今回の地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出は、今後の日本の防衛装備品の海外輸出に関する新たな可能性を示したものと感じられるが、その先に想定されるのは GCAP グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の輸出だと目されているな。日本はイギリス、イタリアと共同で GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる開発に踏み出しているが、ここで完成した有人戦闘機を海外輸出することで防衛装備品の拡販を実現することが唱えられているよ。いかにイギリス、イタリアと組んで新たな有人戦闘機の開発が成功したとしても、前者らが輸出市場とするヨーロッパや中東方面と異なり、日本が担当するであろうアジア圏ではそれを購入するほどの経済規模を持つ国は多くはないと個人的には思えるんだよな。うんうん。したがって日本が新たな防衛装備品移転三原則を踏まえ、殺傷能力を秘めた兵器の初の海外輸出に取り組もうとすることにはやぶさかではないけど、有人戦闘機が完成しても決して平坦な童貞と考えるべきではないと思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、
海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた、コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1-2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1-2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1-7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実写試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、
弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。